싫어.
やってやろうじゃねえか。きっと。ねえ、どうやら。
Thank you.
なんだよ。任せとけ。さてと。やぐんぞ。おい、バランスが悪いぞ。もっとしっかりと踏ん張れって。お前って思ったより重いんだな。うん、筋肉質っつうか、マッサージするたびに筋肉の塊だなって言われるぞ。マッサージってトレーナーとかいるのか。さすが超高校級の体操部って言われるだけの。トレーナーじゃねえよ。義理の母ちゃんの愛人たちが酔っ払うと全身マッサージしてくんだ。で、肝心の窓はどうなんだ。なるほどな。これはそういうことだったんだな。何か分かったのか。いや、鉄格子があるからさ、てっきり窓は通れねえもんだと思ってたけど。ほら、見てみろよ。見てみろって。ちょっと待て、やってみるから。この鉄格子ってがっちり止められてるわけじゃなくて、簡単に開け閉めできるみてえだぞ。ほら、頭も楽に通っちまう。じゃあその窓から出入りするのは不可能でも何でもないってことか。まあな。つうかさ、だから分かったぜ。なんでだよ。ムカつくな。ごめえな。怪しいぞ。つうかよ。
な。いや、もしかしてよ。でもね、どうやら出発。いや。どうして？まあ、
でもな、ほら、そうだよ。
そうだよ。バレた。あのね。
わからないな。じゃあね。We'll be right back.
ですね。なるほどね。わからんの？でもね、ひどいよ。それは違うよ。そうだよね。決まってるよ。あのね、じゃあね。
あれれ？
ねえ。実はさ、どうした罪人。よかろう。見えるぞ。神羅万象、三千世界のことごとくを。その
です。ほら、お聞きなさい。あのですね、命令です。はい。わあ。とにかく。しかし、輝く正義を仮面に浴びて、醜き悪の五臓六腑をぶちさらす。正義探求。正義で貫く正義のど真ん中。闇夜に輝くド正義一番星。人呼んでキラキラちゃんとは私のことだ。あのですね、よろしいでしょうか。私は僕はね、さて、ほら、you
あのね、きっと逃げ道はない。
べえなこりゃ。つうかさ、気合いさ。これも因果律の定めか。ショータイムが始まるぞ。あたしはよし。では聞きなさい。ダメだもん。